笑顔がかっこいい大人だと思いました。人間関係もそうですけど、自分自身がわからない人、そういう人にはおすすめだと思いますね。自分を知りたい人にはおすすめだと思います。いろんな価値観に出会える場所だと思います。もし迷っているんだったら一度聞いてみるのをお勧めします。